あんた日本人だろ。数年前野暮用でトルコイスタンブールに行った時のこと、宿の近くのレストランで夕食で、お勘定、財布の中の現金では足りない、ボラれていたのでなく、単に私が財布の中を把握せずに飲み食いしまくっただけ。お店の兄ちゃんに片言英語で、今から ATM 行って金下ろしてくる、こんなこと言っても信用できんだろうからパスポート置いていくよとパスポートを渡そうとしたら、あんた日本人だろ、日本人は信用できる、パスポートは持ってけと片言英語でパスポートを突き返された。レストランの隣に ATM があるので、すぐ金下ろして無事支払いはできた。その後イスタンブールに行くたびにそこで飯を食うことにしている。レストランはシルケジ駅の近くにある。冬は小イワシのパン粉焼きがうまい。マルタに旅行に行った時の話。個人的に面白かっただけなんだけど、マルタに旅行に行った時の話。マルタってあんまり知名度ないかもしれないけど、イタリアの隣にある小さな島国で、実は英語が使われている国でもあって、最近は日本から語学留学しに行く人も多いらしいです。旅行に行く前にネットでマルタ情報を調べてた時に、マルタは日本の中古車をたくさん輸入してるっていうのをどこかで読んで、その時はふーん、そうなんだって程度しか思ってなかったんだけど、マルタ内をバスで移動してる時に、とある町で果物やらお菓子やらを荷台に積んで販売してる青いトラックが目に入って、ふと助手席のドアを見ると日本語でなぜか〇〇工務店の文字が、思いっきり日本の住所も載ってて、どう見てもこれ日本から輸入した中古車だって一目でわかる感じ。別の日に道路ですれ違ったトラックにも〇〇商店の文字がついたままになってて、でも現持ち主はそんなの全然気にしてない感じ。このトラックの元持ち主はまさかこんな外国で自分の会社名を宣伝してることになってるなんて夢にも思わないだろうなって考えたら、ちょっと笑いそうになりました。